お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュラブやってくんすけど、今日はねあと残りもう15時間ぐらいしかねそうないんですよ。というわけでちょっと沼っちまいましたね。さっきマジで450ぐらい落としたんですよ。そう7400ピッタぐらいまで落ちたんですけど、まあなんとかねロイフグで戻したですけども、なんかねちょいちょいやっぱ負けるんですね。ロイフグでも結構ボムタワーにねきついんですよ。ボムタワーホグとボムタワーウォールブレイカーがいて、さらに、まあ、ペッカ工場だったり、ゴレダクネだったり、まあ、あと他にもね、いろいろちらほらいるんですけど、まあ、そんな感じで結構何でもいる中で、まあ、ボムタワーデッキと、まあ、あとは、大型系かな？まあ、当たり前のこと言ってるんですけど、で、メガナイトだと、そのボムタワーホグとボムタワーウォールブレイカー系に結構ね、戦えます。てか、勝てる、まあ、7割8割勝てるのが強み。まあ、ゴレ当たった瞬間結構ね、負け角ぐらいなところはあるんですけど、逆にロイフグだと、その逆で、ボムター系当たるときついけど、大型に当たると結構勝てるみたいな感じで、ちょっとね、安定して、こう、絶対勝てるっていうのがね、なかなかむずいんですよね。ボムタワーとメガナイトだと。なんで、結構ね、小物系はやっぱ、こう、使えるようにならないとね、マルチ上位はほんときついなと、改めてね、こう思わされるシーズンをね、今味わってます。まあ、残り15時間あるんでね、僕としては8000行きたいですね、非常に。で、今、ウッドと、これ、あれだな、ボムタワーだけ置いてくるか、一回待ってきますね。で、これでボムっすね。このワンテンポオールブレイカーを遅く出すことによって、今ね、普通にリガーオールブレイカーポポンってやってると、ボムタワーだけで抑えられたんですよね。なんですけど、ちょっと遅らせてオールブレイカー飛ばすことによって、あ、リガーしか来ないのかと思わせて、相手にね、ユニットで防衛させます。そこでオールブレイカーを飛ばせば、あんな感じでね、ボムタワーをさらに引き出せられるので、まあ、コストを使わせられるといえば、っていう感じですかね。ちょっと遅らせることによって。で、相手が今回クエイクですね。オールブレイカー、流行りのオールブレイカーのクエイクザップか、あ、クエイク箱ウッドとかですね。クエイク箱ウッドってやばいですね。これは正直コウモリつけてもオールブレイカーつけてもどうせ箱落ちてくるので何もつけないのが正解ですね。で、相手はここで多分何かそう結局対応してくるんでね、何にもつけずに行きの、さあここですね、ホグでしたね。ごめんなさい。全然言ってること違った。テンプレのホグだ。で、これコウモリ残ってるから、言うのつけてもいい気もするんですけど、ナイトがいたから、つけないが正解でしたね。まあまあまあ。さあ、これは勝ちたいですね。マスケが残る、マスケに確定の、あれが来ますね。箱かまあ、なんかが。クエ削り、うまいですね。で、僕としては、積極的にもうディガーで、削り、いかないと、マジでね、このディガーっすね。このディガーでどれだけ削れるかで、もう勝敗が決まってきますね。これはコウモリが最強なので、コウモリゲーします。OK。で、これ、なんならこっちにつけてあげて、メガナイトの後ろのマスケですね、大事なのは。うわ、めっちゃ飛ぶ、お前ら。ワンチャン箱落ちる？なんか落ちる？遅れて箱か？箱来てもコウモリ。箱使ったらこのコウモリがめっちゃ生きる。いうのも追加して、いいよ、めっちゃいる、めっちゃ入るよ、いうのめっちゃ飛ぶよ、しかもこれザップによってさらに飛ばない、あ、飛ぶけ惜しい、いいよ、今いい流れですね。あ、しかもなんか優秀、マスケット優秀ですね。これはメガナイトから入って逆サイフ来ても、あれがウッド箱なので僕のコウモリは攻めではそんな活躍しないんですけど、防衛ではね、超絶優秀なコウモリくんになってくれるので、よいしょ。で、このコウモリに多分確定で箱落ちるので、ここのマスケが残りますね。で、オールブレイク箱使ったので、追加してね。いや、これ箱で守ります。やべ、いて、オッケーオッケー、ディーが入ってる。ディーが入ってる、もうね、一射一射がしんどいのよ。本当にしんどい。さすがにこれはもう勝てそうだな。勝てそうだなと思って動画内で負けることが僕はよくあるので、勝てるか分かんないエースが頑張ります。先にコウモリ追加して、オッケー、これに箱落とさして、え、めっちゃうまくない？相手のなんか今のホグ、僕のメガナイトを避けていく。
さあ、これは勝ちましたね。いや、なんかもうね、本当にマルチ、勝てないんですよ。マジで、めちゃくちゃダメージ受けてますね。勝てなさすぎて。前シーズンは結構意外とね、勝てた。結構勝てたんですね。大きなドラ落ちるっていうのもそんななくてっていう感じだったんですけど、今季、鬼落ちましたね。やばいですね。あげたい。マジであげたい。なので、一回ここでね、77まで戻れるとでかいですね。本当にゴールだけ組んだ。もうゴールだけ組んだ。ゴールが来なければ、本当にね、なんなら何でも勝てますね、これは。うん。あとは、箱ザップなので、クロスもきついですね。タルーでやってたんですけど、まあ、ゴレがいるんでね、そゴレにほんのワンチャンでもと思い、箱にしてるんですけど、箱でも勝てないんで、正直タルーでもいいかなと思うんですが、なんか圧倒的に環境が箱って言ってるんでね、箱メガナイトでやってます。8ビットスモークよろしく。8ビットってあれですね、ブロスターのキャラですね。ブロスター、鼻ほじるな。さあ、ディガ。からのハンター、ロイフグだな。さあ、ロイフグもね、今いるんすよ、めっちゃ。なんですけど、ロイフグだとボムタワーに勝てないんすよね、僕は。なので、うわ、やべえ、これ。スリーマスケット。三重子ですね。さあ、三重子は、まあ、逆サイ来たら箱で踏むだけなんで、箱で踏みつつの、よいしょ。うわぁ、それはうめえ。めっちゃ回復するじゃん。めっちゃ回復するが、あのマスケットは大丈夫でしょう。で、これもうガンガン追加していきましょう。相手が攻めた後なので、これ箱、うわぁ、箱か。箱じゃなかったらもう何でもよかったな、今の。最低はメガナイトロイフグの箱か。ん？違うな。全然違う。三重子、ロイフグ、ハンター、ヒースピー、みたいな感じでしたね。なので、メガナイト本当は自分から先たくないんですよね。てか手札サイクルがちょっとむずいですね。ここでウォールブレイカーとか飛ばしたいんですが。さあ、ダックプリー。本当は三重子にメガナイト合わせたいんですけど、まあ箱があるので、最悪ね。最悪、うわぁ、いい三重子展開だ。これ両方、まあ、これ、メガネ出しても、アイゴリユーザーで餌になるので、一角がまちまちの、で、僕が箱を使ったので、で、相手はどっちかに、あれをしてくるんですよね。よいしょ。これはザップだけで耐えれるな。いや、いい。なんなら、チャンスオブチャンス。で、なんならチャンスオブチャンスの、アイゴリ咲いたので、コウモリ追加して、で、あ、ハンターか。うわ、これ、ユーノだったな。これ、ユーノ追加だったな。正解。いや、ミスった。いや、お前なら勝てるんじゃね？さあ、いいぞ。コウモリ。チク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 。さあ、からの、ここで一回落ち着くのがね、僕としては非常に辛いんですよね。行っちゃって、ケツ三重子とかぶれ。うわ、かぶらねえか。で、箱落ちてくる。落ちてこないと、お？相手困ってねえんかい。なんでだよ。なんでだ、今の。からの？いや、PPP ランド。PPP ランド。いや、いけるぞ、お前。いや、一回ザップは落ち着いて、そう、ダックプリが来るんでね。いいぞ。いいぞ。待って、勝ちたい。本当に勝ちたいの、俺。トロアゲも、苦しいの。苦しいの、リアルで。よし。これ一回もなんかゴリっていいんじゃね？でも相手多分、あれ？止まんなくね？おい、来た。メガナイトジャンパー入ってる。メガナイトジャンパーナイス。しかもこれ、アイゴレ、これ、いけ、PPP ランド。ピピピランドでもう一枚咲かせてからの、いや、これかかったぞ、多分。ワンチャンロイフグ来る。逆サイに来る。ロイフグ来るぞ。焦るな。勝ったと思ったら負けるぞ。一局で俺は攻めなければいいんだ。はい。勝ちたいよ。ゲディが飛ばすでしょ。あれ、これは、さてはこれは、来た。ザップ回せ、ザップ、来たー。さあですよ。今日はね、ちょっとね、動画めっちゃ静かなんですけど、ちょっと夜なんでね、いろいろありという感じで、静かにね、動画撮ってます。いやー、でかいぞ、マジで。本当に、450皆さんトロ落ちたって考えてみてください。
どんなメンタルになると思います？もうなんかもう雑なんですよね、本当に。普段僕うつ伏せ、今もというかプレイするとき基本うつ伏せっていうのかな、肘ついてやるんですけど、がまあ普通に座って、もうなんかね、トロ溶かしてるときなんか寝っ転がって仰向けでなんか適当にクラロやってて、うわーまた負けたーとか言いながらねあるあるなのがもう雑になってるんですよね、やっぱり。なのでこうちょっと一戦一戦ね、しっかり勝っていきたいですね。いやでかいな、もう一回ライブ来ねえかな、もう一回 CHNIS。 さあウォールブレイク飛ばしてホグと、あ来た、ボムタワーなんですよ。そうこれはまあローフだったらほぼ8割ぐらいで負けてましたね。さあホグかな、ホグがウッドユキなんですけど、今の関係ウッドユキクエイクなんですけど、なぜそのホグにこのウォールブレイカーで勝てるかっていうと、スペルが多すぎてメガナイト受けが結構ないんですよね、そう今のホグデッキって。なのでしかもこのナイトを抑えた後のこのホグというかこのメガナイトの受けがきついと思うんですよ。でこのマスケの神許容、おお前そっちやね、そっちやね、バカ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 で、多分ボムタワーが回るかもだが、ここでなんかええ感じに、うわめっちゃいい防衛、 OK。 でもウォールブレイカーは入ると、で僕自身も相手のホグをめっちゃ受けちゃってるので、てか相手うめえな防衛。そうこんな感じで、まあダメージで取るんで、相手のホグのダメージをどれだけ減らしていけるか、それがすごい大事になってきますね。なのでこっからは相手が攻めているサイドにメガナイトとかを出して、こっちからね受けていかないといけないんですけど、これはね普通にスケナイトとか、てかナイトとかで簡単に抑えられちゃうのが辛いですね。これ一回捨てつつね。一回捨てつつの、ワンチャンキング起動狙われるかな。いや、でもできねえ。ボムの爆破でできねえ。オッケーオッケーオッケー。いや、そうなんですよね。できないんですよ。オッケー。で、問題こっからですね。1700か。クエイク削りが。クエイク削り、マジで泣きたくなっちゃいますよね。でこれでも本当にディガーこれで削るしかないので、あ待って、めっちゃいい、めっちゃいい、入る入る、できる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 、うわー待って、雪玉くんな、うわマジでお前なんで今雪玉くんなって俺言ったんだけどな、うわーやべ、890はやべえよ、ウッド削り、いやうまいんすよねマジで本当に。これメガナイトで切れる、オッケーで、これ外援もすればありますよ、でも全然。オッケーオッケー、これ耐えれ、多分完封。お前なんでだよ、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 なんでだよ。いやあるぞ、諦めるな、お前。ワイショ諦めるな。全然あるぞ。うわ、でもナイトが回る。うわ、しかも、うん、ユウの飛べ、ユウの飛べ。お前そっちじゃねえよ。そっちじゃねえんだよ、うわ、待って。いや、ワンチャンこっち。いや、なんだこっち、いや、なんならこっちだった、あ、待って待って待って、うわー、クエイク打ったで終わりやんけー、いやーマジか。このホグにはね勝ちたいんですよ。そうでも個人的に8割勝てると思ってたんですけどね、負けましたね。まあいや、そうこれね、このホグが、まあ、今ね頂点ぐらいかな、でも分かんないですけど、このホグと高回転ウォールブレイカーがねめちゃんこ流行ってるって感じから、まあロイゴンはといて、そういやー、まあボムタワーね来シーズン下方が決まってるので、まあ使うかともちょっと慣れないんですよね。まあ使ってもいいんですけど使ってないんで、ちょっとマジでね今シーズン苦戦しちゃってますね。なんかすごいマジで、さっきまでというか本当に昨日までめっちゃスムーズだったんですね、トラゲが。なのでどうにかね、あと14時間ぐらいあるんでね、トロあげたいと思います。ではお疲れさんでした、バイバイ。